ここが黄泉か。死者の地、闇の夜。何か道があるに違いない。で、この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば昨日を今日の日といたせ。どこへ行く小僧。己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。ボロ切れが。何故拙者は神川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。ほっ、貴様はヒロキにあるな。拙者を存じておるのか。精霊よ、貴様がしてきたことは我ら全て心得ておる。拙者は計られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴
様はいかにしてこれを償うつもりか。拙者のただ一つの悔いは己が死、あの畜生かげろう目に必ずや一矢報い、拙者から奪いし全てのものを取り返してみせようぞ。貴様は何一つ学んだの、もののふれ。ここでしまいじゃ。ならば参れ、お主の技を見せてみよう。どうする、遅すぎる。できるのか、いずこへ参るのか、黄泉に舞い戻るのでなくば。まやかしを見せて、物が目に頼ってはならぬ。
我らの終わりなどないものの不要。切らねばならぬものをすべて切るだけのこと。また控えよ。印じゃ、時とは揺られる足なり。
拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。アイコがこのすさんだ地に飛ぶこともなく、これ以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。道をたどらねば。
この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者。お前を撃ったことに悔いはない、この鬼め。ここでは皆お前の鬼だ、小僧。さあ、来い。
これは黄泉に送られたもの全てが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。我はもう侍ではない。仇を討った暁には新たなる者になろうぞ。強き者に。
先生の教え通り、斧が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。
死を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数えきれる者の命を奪い続けるであろう。それは造作もなきことでございます。妻は拙者を待っておりまする。拙者は妻のそばに戻る道を見つけなくてはなりません。わしも愛子を一人にはしておきとうない。だがお主がこうも早くに契りを断つとは。